9月18日、ナスカワ天心がノンタイトル8回戦、東京、有明アリーナ、で、メキシコのバンタム級王者ルイス・グスマン、メキシコ、から2度のダウンを奪うなどして3対0の判定勝ちを収めた。ジャッジ3人が80対70のフルマークをつける干渉も、KO 勝利への期待の大きさから、一部からはパンチが軽いのでは。との声も聞かれた。写真、人気リングガール。 甘のマナインタビューカット写真集チラ見せ、18枚、この結果を受け、かつて天心と同じ定験ジムに所属し、慶応の山を築いて、神の左、と称された元 WBC 世界バンタム級王者、山中晋介氏に、天心の慶応パンチャーとしての潜在能力、現在の課題、今後について聞いた。走り込み合宿でつけた体力と自信、 まずは天心選手の2戦目について率直な感想をお願いします。成長を感じられた試合でした。もともとセンスはあったんですけど、今年4月のプロデビュー戦、与那覇勇気に判定3対0で勝利、からの成長具合は、さすが天心だな、と。異例の2回の走り込み合宿や、アメリカでのスパーリング合宿など、本当に厳しいトレーニングを積んできた成果だと思います。 走り込み合宿は山中さんも現役時代にやっていましたよね。はい、同じゴルフ場です。ああ、やってるな、と思いましたよ。最近は若手選手も走り込み合宿に行きますが、僕たちの頃は主に世界を狙うレベルの選手たちがやる感じでした。試合前のスパーリングに入る前段階で足腰を中心に鍛え上げるトレーニングです。走り込み合宿は普通は一回しかないですけど、 天心は異例の2回とのことですね。走り込み合宿はどのくらいの期間で行うものでしょうか。通常は1週間くらいでしょうか。徹底した走り込みで、その期間はグローブもつけないと思います。やったとしても、ゴルフ場で軽いシャドウをするくらいです。走り込みの内容は。午前中は長距離、午後はダッシュやインターバルが中心です。天心はキック時代、3から5ラウンドと、 ボクシングに比べると短いラウンドで戦ってきました。ですから、走り込みでスタミナ強化と自信もつけさせる目的もあったと思います。走り込み合宿は山中さんといえども過酷だったんですかきついです。わら。僕は、トレーニングの中で走ることが一番辛かったので、自分自身との戦いでもありました。そういう点でも、メンタルが鍛えられたと思います。